どうもレイです。1月の6日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日はね、安曇野地域で行われている伝統行事の御柱の記事をお伝えしましたけれども、今日は本家諏訪の御柱の話題をお送りいたします。コロナ後を見据え準備進む、御柱祭まで1年という記事です。2022年の令和4年、諏訪大社式年造営御柱大祭、御柱祭の前年となる21年が幕を開けました。昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、下社御柱御用材本見立てと上社の同仮見立てが中止となったほか、地区内の打ち合わせも大人数を控えるなど感染防止を意識した対策が必要となりました。通例だと今年は下社で5月に伐採、上社では6月に本見立てが行われます。感染の収束が見通せない中、直前まで実施、中止や方法についてギリギリの判断が求められそうです。御柱祭に向け、通例では下社が東又国有林で大祭の3年前に仮見立て、2年前に本見立てを行い、しめ縄を取り付けます。伐採は1年前に行われ、切り出した後山出しの引き出し地点となる道町大平の棚木場に搬出し安置されます。大祭の2年前にあたる昨年は新型コロナの影響で本見立てが中止となりました。今年は伐採の年にあたります。上社は今回5年ぶりに伝統にのっとり、茅野市玉川の岡屋さんから切り出します。通例では2年前に仮見立て、1年前に本見立てを行い、御柱年の3月に伐採して茅野市原村境の網置き場に運びます。昨年の仮見立ては中止となりました。今年は本見立ての年にあたります。この諏訪の御柱といえばね、全国的にも有名なお祭りで、日本における奇祭の一つにも数えられています。御柱祭には海外からも多くの見物客が訪れます。御柱は一昨年から準備が始まっており、昨年のコロナの影響で御柱祭の準備がスムーズに進んでおりません。しかし地元の方々はコロナ禍の中であっても、どのように準備を進めていくかを懸命に考えております。ちなみに元旦には諏訪大社下社秋宮では新年恒例の木遣りが奉納され、神楽殿の階段に立ち三曲を奉納しました。昨年は木遣りを披露する場をコロナによって奪われた下諏訪木遣り保存会の方々は、伝統を受け継ぐべく今日から練習を開始します。伝統行事の存続、さらにコロナ感染防止対策と新たな課題を突きつけられている現在、地域の人々が伝統を残そうとする志がこの記事から感じられました。それでは1月の6日、今日は何の日をお送りいたします。6年年越し。正月7日を7日正月といい、その前日を年越しとして祝う正月行事の一つです。神と書いて新年年越し、女の年越し、馬の年越しなどという地方もあったそうです。正月7日の朝に七草粥を食べる行事は全国的にありますけれども、準備はすでに6日年越しから始まっていました。七草粥に入れる七草をまな板の上に乗せまして、神棚の前で包丁を叩きながら、七草なずな、もろこしの鳥と日本の鳥と渡らの先に合わせてバタクサバタクサなどと唱える行事があったそうです。これは地方によってね、多少のね違いがあるそうなんですけれども、今やっておられる方っていうのをね、なかなかいないんではないでしょうかね。それでは次です。作越誕生の日。1746年のこの日、信州作の篠沢佐五右衛門法堂が伊勢神宮の神主に鯉料理を献上しました。この記録は現在では全国ブランドである作越の最古の記録とされています。記念日は法堂の子孫であり、長野県佐久市の老舗旅館佐久ホテルの社長である篠沢氏が制定。この作越なんですけれども、まあ鯉国っていうのをね、私幼い頃よく食べていました。鯉国というのはお味噌と出汁と鯉をね、長時間かけて煮込んで作るものなんですけれども、人によってはね、この鯉国ちょっと苦手だなっていう方もいらっしゃるそうです。私もね、実はね、幼い頃
このお汁は好きだったんですけれどもね、中の鯉自体はねあまり得意ではありませんでしたね。何しろ骨がねたくさんあって太くて、喉に引っかかったらもう大惨事になっちゃうんですよね。それをねおっかなびっくり食べてたんですよね。ここ何十年かはね鯉国っていうものをもう食べることがなくなってしまったんですけれども、冬の寒さが厳しい時に時折ねこの鯉国のことを思い出します。やはり体がすごく温まるんですよね。ちなみにこの柵越なんですけれども、柵の気候と風土と千曲川の清冽な水で育て上げられた身の締まった鯉です。昭和初期には全国一の生産量とともに鯉の博覧会や品評会でもその優れた品質で日本一の称号を得て、当時の宮内省や陸軍の御用達ともなりました。それでは次です。東京消防出初め式。東京消防庁による出初め式は、年の初めに同庁の消防署員らが消防動作の方などの演習披露を行う行事です。1659年正月4日に旗本が率いる常備家氏が上野東照宮で1年の働きを誓ったことに由来するとされています。当時江戸の町は1657年に発生した明暦の大火により未だ焦土の中にありました。町民は苦しい復興作業に当たっていたといいます。東京以外でも消防関係者によりこの日を中心として仕事始めの行事である出初め式が行われています。新春恒例行事の一つであり、出初め式は新年の季語となっています。出初め式では一斉放水、避難救助などの消防演習、はしご乗り、木やり歌など伝統技能の披露、消防団、消防車のパレード、消防職員、消防団員、消防功労者に対する表彰などが行われ、その他に地域によって様々な行事が行われるということです。私がね小さい頃、このはしご乗りっていうのはね見たことがありますけれども、もうここ何十年もねこのはしご乗りっていうのをね見た覚えがないですね。テレビではね時折お見かけするんですけれども、生でねこのはしご乗りっていうのをお目にかかる機会っていうのはほとんどなくなりましたね。それでは次です。ケーキの日。1879年のこの日、上野の風月堂が日本初のケーキを宣伝しました。東京日日新聞に掲載された広告の内容は、文化は日々開けていき、すべてのものが西洋風になっていきますが、ただ西洋菓子ケーキを作っている人はいません。そこで当店では外国から職人を雇ってケーキを作り、博覧会へ出品したところ大好評でした。ぜひご賞味くださいというものでした。このケーキについてっていうね文が少しありましたけれども、少しね抜粋しながら読まさせていただきます。このケーキの種類ですね、ショートケーキ、チョコレートケーキ、ガトーショコラ、バターケーキ、シフォンケーキ、ロールケーキ、モンブラン、パンケーキなどがあるってことですけれども、バターケーキっていうのね、私ね小さい頃食べてねとっても苦手だったんですよね。なんか今はねこのバターケーキっていうの大変美味しくなったそうなんですけれども、あの当時の印象がねとても強くてね、未だにちょっとバターケーキっていうのをね食べられずにいますね。そして日本では円形ケーキのサイズを号というね単位で表示しています。この号はケーキ本体の直径を表しているんですけれども、これは日本で過去に計算量単位として使用されていた尺貫法から由来するものです。1号は直径1寸、約3センチを意味し、1号大きくなるごとに3センチずつ直径が長くなります。その大きさは4号で12センチ、5号で15センチ、6号で18センチ、7号で21センチ、8号で24センチとなっています。まあ昔ねケーキといえば誕生日やクリスマスの時以外はね食べることっていうのはほどもなかったんですけれども、まあ今ではねそのケーキ自体もかなり安価になりましたからね、年中いつでも安く食べることができるようになりましたよね。こう考えてみると昔よりもねケーキを食べる機会っていうのはね増えたんではないでしょうか。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。